はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はもっと遊びましょうっていう話をさせていただきます。自分自身17年講師やっていて、下は5歳、上は80歳、世界6カ国の生徒さんを持っていて、持った経験があって、総じて言えることっていうのはみんな真面目なんですよね。で、自分ももちろん真面目じゃないかっていうと真面目なところもありますけど、それ以上にビジネスであろうが、学問であろうが、数学であろうが、楽しんでるっていうのが一番根っこにあるんですよ。で、自分から見ていると生徒さんっていうのは皆さんね、その真面目の度合いが、自分も真面目ですよ、でも真面目の度合いがえげつないぐらいに高いんだろうなっていうのが総じて言えると思います。で、その中でも、まあ、勉学だったら、まあ、テストの点数がいいだとかね、その科目が好きになるだとか、で、物販であれば実績を出すだとか、そういった結果を出しやすい生徒さんっていうのは不真面目ではないんですけど、簡単に言えばビビらない精神がある、もっと分かりやすく言えば行動力があるっていうことが言えると思うんですね。例えばセラセントラル一つ取ったって、セラセントラルっていうのはアマゾンで商品を販売する人が商品を管理したりだとか、出品登録したりだとか、納品手続きを行うセラー専用の管理画面なんですが、そのセラーセントラルに一つ取っても、まあ、分かんないものだらけじゃないですか。で、そこに対して超気真面目な人っていうのは、何か一つのボタンをクリックする前にそのボタンを押したらどうなるかを事前に全部知らないとボタンがクリックできないようなタイプの人。日本のことわざで言うと石橋を叩いて渡るっていう言葉がありますけど、石橋を叩き切らないと渡ろうとしないっていうタイプの人だと思うんですね。でも自分自身物販を始めた時も、その他何する時だってそうなんですけど、サーフィンする時、初めてした時だってそうなんですけど、まあ、とりあえず近くのサーフショップの人にいろいろ聞きはしたけど、まあ、とにかく行ってみろってその人も言われて、その人もおっしゃっていて、だよねって自分も思って、自分のおじさんのボードをもらって譲り受けて、もうとにかく海行ってみて、とにかくサーフボード持って海入ってみたんですよね。それが自分が19か20歳の時の正月に初めて自分はサーフィンデビュー一人でしたんですが、まあそのノリなんですよ。で、同じように先ほど申し上げたアマゾンのセラーセントラル一つ取っても、どっかのボタンクリックしたら爆発するボタンなんて一個もないじゃないですか。でもボタンを押してみるってことすらなんか怖くてできないっていう人の方が多分多いと思います。学校の数学の問題だって、別に間違ったからって狙撃されることないじゃないですか。もちろん爆発することもないじゃないですか。問題集がバーンって爆発して死んじゃうことないでしょ。でもビビってできないっていう人結構多いんですね。それを一言で真面目っていうのだとしたら、そんな真面目さはいらないですよね。自分の行動を阻害してしまうほどの真面目さはいらない。で、例えば生徒の木村さんって方は、まあ周りから見たらすごい真面目な人っていうイメージがあると思うんですよ。で、実際人柄も本当素晴らしくって、真面目でいろいろ考えるところもあるんだけど、じゃあその木村さんっていうのが行動できてないかっていうと、めちゃめちゃ行動してるんですよね。真面目そうなんだけど、なんで行動してるかっていうとですね、木村さんは遊び方っていうのがよくわかってる人だと思う。で、遊ぶっていうのは、そのなんて言うんでしょう、女の子をたぶらかすとかそういう意味ではなくって、遊ぶっていうのは好奇心旺盛に動くってことなんですね。まあ要するに行動することなんですよ。で、その行動することっていうのは何のかっていうと、木村さんの場合、以前海外に、まあ留学というかね、されたような経験を持ってるから、実はその一見した真面目でいい人っていうのも2パターンあって、行動ができないから結果的になんか悪いところも特にないっていう、ただの気真面目な、まあ言い方悪いけれどもつまんないタイプの人と、木村さんみたいに
内なるものっていうのがものすごくあって、それなりに今まで大胆不敵な行動を重ねていった結果、人としての器っていうのが大きくなって、結果的に今はもちろん素晴らしい方なんだけど、実はパワーを持っているっていうタイプの方もいらっしゃるわけなんで、だからこの真面目さっていうのは、特に学校で求められてる真面目さっていうのはビジネスで全然通用しないし、学校でいい子だねとか、あなたは素晴らしいね、優秀だねって言われてた、その優秀さは全然ビジネスに当てはまらないんですよね。だからぜひ皆さん、その物おじせずに、その言い方悪いですけど、本当に爆発するボタンはアマゾンには存在してませんし、買い付けで1商品よく売れない商品があったらセラー人生が終わりになることなんていうのはありえないし、それよりも自分の好奇心に従って行動しないで、何でもかんでも受動的に得ようとしていて、自分の経験がいつまでたっても培えないという状況の方が私は致命的だと思いますね。精神的な成長っていうのが見込めないんで、なんでそこまでビビるんですかね。もっと遊びましょうよ。ゲーム攻略性ですから、物販っていうのは。もちろん背に腹の問題はあると思います。資金的なことだとかね、特に30代40代50代の生産が多いので、守るご家族がいるだとかあるとは思いますから、そう、なんて言うんでしょう、適当なことは言うつもりは全くないんですけど、遊びの要素があまりにも少なすぎるっていうパターンが多いっていうふうに私は感じていて、車のブレーキと一緒ですよね。ちょこっと押したらブンって進んじゃって、でちょっと離したらビュッていきなり止まっちゃうようなブレーキってあったら大事故じゃないですか。逆にそれと同じように、その遊びっていうのがアクセルもブレーキもあるから、我々は適切な運転ができるんですよね。なのでもっともっとそのカッチコチになって物販と対峙しようと思っても、クリエイティビティのかけらもそこからは見出せないので、そういったスタンスからは、商売っていうのがなんか学校の勉強みたいなものになってしまう。正確に言えば数学とか理科とか一つ一つはめちゃめちゃ面白いんですよ。ただ既存の学校教育のやり方がつまんねえから、その科目がつまんなく感じちゃうだけで、それと同じようにですね、物販それ自体は楽しいんですよ。ただつまんない動き方しちゃったら、つまんない作業をひたすらやるだけだからつまんないでしょって個人的にはものすごく思ってる節っていうのがあります。だからもっと遊ばなきゃダメですよ。物おじせずに遊ぶような経験っていうのを培いましょう。今までの生き方、今までの、まあ、例えば従業員としての生き方だとか学生としての生き方っていうのは、それはそれでそう認められた生き方っていうのはご存知だと思うんですけど、それと独立突破物販やっていくっていうのはもう大いなる違いがありますから、そこら辺もっと遊んでいかないとダメですね。もっともっと遊びましょうと。そしてもっともっと、例えば学生の方とかお若い方であれば、もっともっと恋愛すればいいし、もっともっと、だから恋愛なんですよね。恋愛をしてみるっていうことも大切。そこら辺もっともっとガツンと自分自身、なんてでしょう、その恋愛のセオリーをし、なんてないじゃないですか。あるようで。まああるっちゃあるけれども、ないっちゃないじゃないですか。誰でもモテる好きなあの子を、口説き落とす50の法則なんて本を読んだってそれ通りに行くわけないのと同じで、こういった独立独歩ビジネスを行っていく、海外物販だったら海外物販を行っていくっていうのは、ものすごく恋愛に近い、もしくはゲームに近いところっていうのがあるので、その恋愛やそのゲーム攻略性みたいなものをもっともっと広い視点でというか、もっともっと柔らかい視点で、柔軟性のある行動力、想像力、臨機応変さ、好奇心、そういったものがないと、やればやるほどしんどくなるビジネスなんて、ビジネスが間違ってないとしたら自分のスタンスが間違ってるに決まってるんだから、そこはもっと気抜けばいいんですよ。気を抜くっていうのはもっともっと好奇心旺盛に楽しめればいいんだけど、ぐーって気まじめな人はずっとつまんなそうに作業してますよね。つまんない作業してたってつまんないじゃないですか。だからそこは我々のスタンス次第で いつだって楽しめるから、それはもっともっとその遊びという行動力ね、好奇心、そして
この一個の答えだけじゃない世界でどう物おじせず進んでいけるかっていう、そこの、なんて言うんでしょうね、覇気みたいなものっていうのがものすごく大切なんじゃないかなって思います。